フィリップ・イートンは、シカゴ大学の科学の名誉教授である。1964年に、不可能とされていた基盤の合成に、初めて成功したことで知られる。また、2000年かそれ以前には、オクタニトロ基盤の合成にも初めて成功したと、伝えられている。これは、高密度と CC 結合の大きな歪みのため、RE 係数の非常に大きな爆薬である。イートンは、 1936年にニューヨークシブルックリンクで生まれた。彼が7歳の時、家族はニュージャージー州バッドレイクに引っ越し、彼はここでロックスベリー、グラマースクール及びロックスベリー高校に通った。彼が科学への情熱に目覚めたのは高校生の頃だった。両親や教師の支援もあり、彼は科学を専攻することにした。イートンは科学を学ぶために、 プリンストン大学に進学した。1957年に学士号を取り、ハーバード大学で1960年に修士号、1961年に博士号を取得した。学生時代、彼は刑事科学、特にクロルデコンに取り組んだ。ハーバード大学卒業後、イートンはカリフォルニア大学バークレー校の女子となった。ここで彼は、 有機化学入門の講義を受け持った。1962年にはシカゴ大学に移り、現在までここに在職している。シカゴ大学着任後、イートンはキュバン合成の研究を始めた。1964年、イートンと同僚の間を、クシーザングは、当時不可能とされていたキュバンの合成に成功した。多くの科学者は、90度の結合角は、 分子を形成させるには歪みすぎていると考えていた。ありがとうございます。